2008年9月6日、横須賀軍港巡り定期航路化。初日から多くのお客様にご乗船いただきました。そして2023年、15周年。今日は15年の歴史を振り返るべく、軍港巡り案内人にインタビューしてみました。最初にインタビューしたのは、トライアングル TV でもおなじみ、小川陸人さん。今年で案内歴4年目となります。一度、舞鶴の艦隊が3隻くらい横須賀に来ていて、で、あ、出港だから逆回りで行こうって言って、普段とは逆のルートで行ったんですけど、出港が思いのほか遅くて、また引き返してくる。っていうクルーズをやったことがあります普段とは違ってなおかつ往復だったんで終わったな船長どうするんだいみたいな感じでしたね。最初の頃はやっぱしましたけど、もう何が来ようとへっちゃらって感じですね。逆に、あ、入港船来たみたいな、そういう嬉しさもあります。どうやって盛り上げる、もう精一杯身を粉にして変なことに使わなければ肖像権の発生しない特殊な顔と歌っておりますので、じゃんじゃん SNS に上げていただければ僕もどんどん口が回りますので、そういった点で相互作用で頑張っていきたいなと思います。どうも、 あなたの心の柔軟剤エリクトでした。また他の動画でお会いしましょう。続いてお話を聞いたのは新井剛さん。実は横須賀軍港巡りをオープン時から知る数少ない一人。今年で案内歴15年を迎えます。一番印象に残ってるというのはやっぱり東日本大震災の起こってから約1ヶ月半ぐらいは運休してましたが、そこから復活した時の軍港巡りの案内をどうしていいかをすごい悩んだのは覚えてます。というのがお客様からすれば連日ニュースでやってても分かりきっていることを伝えた方がいいのか、逆に楽しみに来て忘れたいというか、ひとときの異空間を感じたいから来てるのか、そこのすごい判断がものすごい困りました。はい、言わなきゃは言わないでお客様からなんで言わないのって言われることもあるし、行ったらやっぱりお客様は遊びに来ていいのかなっていうような罪悪感に飲まれて暗くなっちゃうっていう表情も見受けられたので、その時が一番迷いました。なのであの当時は僕は東日本で何をしてくれてたかっていうのは極力言わないようにしました。でも他の案内人はちゃんと調べてこの船はこういうことをやってましたとか案内したりしてたので、全然案内の違いっていうのもありました、はい、あ、ジャングルクルーズを超える、ただそれだけです。というのがお客様は遊びに来てる、お金払って遊びに来てくれてるんだから勉強じゃなく楽しんで帰ってもらう、でもどんなことをしてるかっていう感性の仕事を覚えてもらうっていうので、頑張っていきたいと思います。頑張ります。